はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですねこちらじゃじゃん、マルキューですね。マルキューのパワープレスボードのデビューをしていきたいと思います。これですね、商品的にはこっちが1初代ですね。でこっちが2の現行品でございます。見ての通りですね、もう結構使ってどのぐらいかな、半年ぐらいかな、ずーっと使ってます。ずーっとこればっかり使ってます。でこっちは多分ね1年、こっちも1年は使ってないぐらいかな、まあでもそれでも結構ね使ってるんですけども、今回ねこちらのメインとしてはこちらの2ですね、2のマキエプレスボードデビューしていきたいと思います。以前コメントでも来てたんですよ、マキエプレスボードそろそろこっちをレビューしてくださいと。結構前に来てたんですけどね、やっぱある程度使い込んでのレビューです。自分はね一回使ってレビューっていうのはあんまりないんじゃないかなと思います。で1から2ね、こちらも現行じゃないです。で2はですね、これ見ると大きさがちょっと違います。うん、発売としては両方出てるんですよ。こっちが36-40cm、 1はこれしかなかった。2になってこれ 40cm 専用ですね。 36cm40cm じゃないけど、うん、で2はこの両方出てます。でそういうのもでかい方ね、 40cm、 今マルキューのバッカンの 40cm を使ってるので 40cm を、まあ、とりあえず使ってみたわけでございます。はい、で、まあ使ってみて、まあ、いいところ悪いところお話ししていきたいと思います。まあ、よくなった点からお話ししましょうか。良くなった点の一つはこのこれですね、このマルキューっていう文字があるんですよ。文字が、まあ、ちょっとこれ分かりますかね、ちょっとちっちゃくなってんだよ文字がね。分かります、どうやったら比べやすい、分かります、ちょっとね一回りぐらいでマルキューの文字が小さいんですよ。で小さくなったからどうなのっていうわけじゃないんだけど、まずこれ1の方ね、1の方こう見せたら分かりやすいか、こっちが2ね、2が模様があるのよ。これ現行ね、マッキープレスボード MQ02 っていう、これで今の現行で1が何もないのよ。これで見分けると一番分かりやすいと思います。この1の一番自分がダメなところ、一番ダメだったなと思うんだ、ここ、これね、これね分かんないと思うんですけど、凸凹してんのよ。このマルキューというとこの文字がへこんでます。1ミリはあるかな、1ミリもないかなっていうぐらい、ちゃんとした血気で測らないと分かんないけど 0.5 ミリぐらいへこんでるんですよ。これがですね、これがマキエカップをこう押さえてこうグッグッグッってした時にここでねボロボロボって削れちゃうんですよ。試着を1個持ってきまして、これは釣り券のマックフロートマスター75という、しかもカップがプラスチックのやつです。これでやるとまあ分かりやすいかなと思うんですけど、こう自分の場合はこう斜めに大体こうなってるんだよ。こうなってこうやるんだけど、大体しかもね試着で当てるところってこう傷が入ってると分かるんですけど、この辺です。この2で見ると分かりやすいか、ね、もろここら辺なのよ。この辺にカップが当たるんで、こうね当たるじゃないですか。で横から見るとこうやってこうやるじゃないですか、こうね、こう斜めぐらいか。で実際には試着にすくったマキエってこのカップから溢れてますよね。溢れてるのを押さえつけてこの中で圧縮かけるのに、この字がへこんでるせいで、本当はここでやってグッグッグッってやったらこのカップの中に圧がグッとね、マキエが固まって塊のまま投げやすいんだけど、ここでさ文字で削れるもんだから、このカップの中にマキエの圧がかからなくて、なんかあんまりまとまらないまんま投げるからバラバラっていう感じでなりやすかったんですよ。だからこれが非常に使いづらいという感じだったんですよね、1は。それがこの2になって、まあ、文字にはなってるんですけど、こう触ってもね微妙に 0.1 ミリもあるかなぐらいな、こう触ったらね文字がこうボコボコしてるのは分かんない。こっちは明らかに触ったらね、触ったら分かるけど、もうめっちゃこうボコってへこんでんのよ。へこんでんの分かる、触ったら。でもこの2は文字書いてるけど、ほんのねほんのちょっとだけ削れてるみたいな感じです。
だからこれに関してすごく良くなった、うん、影響はこれに関して影響ほとんどない。すくってグググッと圧かけてもこの圧が逃げなくてちゃんとこのね、あのボードに当たってカップの中に圧がかかるようになったんで、これはすごいいい点でした。であともう一つね、もう色がねちょっと違いますよね。こっちはさステンレスの金ギラ金って感じ、こっちはね真ん中はもう剥がれてる感じになってるけど、これねサテン仕様だったかな、で サンドブラスト加工っていうのをなんか施かされてるみたいで、サンドブラストってあれだよね、砂をバーッと当ててするやつじゃないかな、サンドブラストなんで。でこれによってあのステンレスってさペタッと巻き餌がつきやすかったのよ、それがかなりつきにくい、うん、この周りね、今とか周りだったけどつきにくい。ただここはね見てる通りもう剥がれてるというか、そのサンドブラスト加工部分がもうなくなってるんでつきやすくはなってるけど、あのただねこの部分って思いっきりさカップが毎回当たるんで、この部分から離れればね、ここの部分だけつかないのよ、カップがずっと当たるから。でこの周りはさまだこの、ね、サンドブラスト加工のままなんで、ボード自体に巻き絵が非常につきにくくなった。これはすごくいい点ですよね。こっちはつくのよ、これについてたら帰りの時にこう乾いてるじゃん、取れにくいでしょ、それがあんまりない、うん、でしかもここはさ常に、ま、カップがね、ちょ自分が、ね、当てる部分だから当たるんだよね、カップが。だから ここはさカップが当たる部分がつきにくいじゃん、でこの全体がつきにくいから帰りの洗う時とかに非常に楽で、こっちはさあのちょっとついてたらつきっぱなしで乾くから、帰りにさなんか水にこうバッカンが中に濡らしておかないと取れにくいわけよ。その点がこう非常に改良された点だなと思いましたね。はい、そしてまあデメリットですかね、個人的なこうデメリットだなと思うところ、まず一つこれ、この隙間ですね、隙間、うん、この隙間ねあるじゃないですか、やっぱ薪入る、これ最初からねこの広さ広がってますから。反対はこっち側ね、こっち側はまあ薄いんだけど、こっち側は結構穴開いてるんで、なかなかねここまであの洗いが届きにくいというか、もちろんね釣り場でね洗ってやるってやっとくじゃないですか。で家の中でも洗うの、家の中とか風呂場ね、風呂場で一緒にバッカンとかでも洗うんだけど、その時もこうまたシャワーかけて洗っといて置いとくじゃん、でしばらくして乾いてもなんか巻き絵臭いなみたいななんか巻き絵臭いんだよな、でも帰って、ま、もう一回洗ったしな、何がある、どこ落ちてんのかなっていうか、なんかどっかに匂うのよ、だこれ原因これ、ここにあのはまっててカビ生えて腐ってたのよ巻き絵が、でこれか匂うのよ、これかよみたいな、うん、だこの中もシャワーするようになったみたいな、だから洗うのに手間なので、まあ、ここに巻き絵がねこう入らなければ、まあ、もうちょっといいのかなとはまあ思うんですけどね、はい、で、もう一番のこれの最大のデメリットですね、まあ、これも前1の時から変わらないんですけども、形状的にね変わらないここです、ここ、まあ、なんか補強かなんか分かんないですけど、この大金1本入ってるんですよ、これがねやっぱ邪魔これが邪魔まあ、今度これ自分が使ってる限りのレビューなんでね、うん、これね、まあ、ズームしたら、すごく分かるんじゃないかなと思うんですけど、これ見て、これね、全体に見るとこれね、ここら辺の傷すごいの分かります、これ目いっぱいか、ズーム的にこれいっぱいいっぱいか、これ傷がさすごいの分かります、でここら辺から減ってるでしょ、これね、ひしゃくのカーボンがここに当たるんですよね、うん、これね分かりますかね、これで、これ1の時ね、これ1個前の初代ね、初代の方がもうちょっと細かいか、ちょっと傷っぽく見えないな、あんまりこっちはツルツルは分かるでしょ、ツルツルは分かるし、ここら辺からこう傷ついてるの分かりますかね、2の分かりやすいね、2の方が多分回数多分多く使ったんで、こっちは多分傷ついてね、大体自分からしたらこの真ん中ぐらいね、真ん中ぐらいからこっちにかけてですけども、めっちゃ傷入ってるの分かります、
そう、この試着のカーボンがね当たるのよ。でこのこれこまさにこれね、こうカップがさ、まあ、バッカによってさ位相とかだったりするから、まあ、基本この辺だからこう高温な感じだよ。ここまっすぐの時もあればこう斜めね、まあ、それ立ち位置とか磯の位置でちょっと変わるんだけど、この位置ぐらいでしょ、この辺ね、ちょっと引くとこれね、こんな感じ、これのこれ辺が一番こう傷が濃いでしょ、うん、わかります、こんな感じね、まあ、特にこの辺だよね、ちょうど試着のあのカーボンが当たりやすいところっていうのかな、シャフト部分が当たりやすいところがこんだけ水めっちゃ傷入ってるのよ。これがねやっぱ邪魔邪魔。これまあちょっと違う、あの違うというかこれでメインで使ってたあの試着ではないんですけど、あのめっちゃ当たるので、あのその辺の傷と、ね、この辺の傷がめっちゃついてる方は大体、ね、こっちもガンガン傷が入ってるはずなので見てもらえればわかると思いますけど、何を言ってもだからこっちが痛むわけよ。こっちはさゴム鉄の棒が入ってるわけだから、しかもこれ芯棒が入ってるやつなんで硬いのよ、このこれの部分ね、そうそう曲がんないぐらい硬いのよ。だから補強で入れてると思うんだけど、これもうちょっと平べったくして当たらないようにしてほしいですよね。これむしろいらないんじゃないか、むしろねこの何て言うか、ボードの後ろ側にさこうつけてくれりゃいいんじゃないよって。あれバッカのあれか、引っかかるところに当たるのか、外側のあのフレームのところに、これいらないんだよなって感じマジで。だからこのねステンレスボード自体はすごくいいのよ、だから巻き絵もつきにくいしいいんですけど、デメリット的なここね、さっきのこの巻き絵がこの隙間に入る、なんならカビが入って腐ってた、かえてシャワーもね適当にしかやってないですよ、だってそもそも外一回洗ってるから、で湿度が入ってたのよ、てか臭かったっていうねやつと、このこれこの棒の部分、これどうにかしてほしいよね。こっちにダメージがいくからさ、からいつもだってスピンカップとか使ってるんだけど、そっちにダメージがいくのが嫌なんですよ。なのでちょっとここがですね、もう本当に一番のデメージ、ここですかね自分は、はい。まあ、あとはもうワンからねちょっとこのね改良されたこの丸球のこれ、このね文字が削れないっていうのはいいですし、あとこのね浮力ね、浮力、まあ、自分はこれに助けられたって今のところ一回もないんですけど、まあ、やっぱバッカンね帰り洗っててとか磯の上でバタバタしてて、ああ船が来たとか慌てるとね、間違ってバシャーとかね、巻き絵が入ったまんまちょっと水入れてね洗おうかと思ってバシャーって、ね、ああ船来たバシャーってひっくり返して、それ荷物っていう時にね道具が流れてああってね流されにくいというか浮くんでね、もうそういう点では確かに助けられる点ではあるかなと思います。助けられる点ではねあるかなと思うんですけど、一回も自分これで助けられたって今のところないので、ワンからしてもないので、まあこの辺もどうなのかなと思ってます。それをステンレスの厚みをもっと分厚くした方が、あまり厚くないんですよねこれ、あまりこうそんな厚くなく、多分 0.3 ミリとかかな、0.5 もあるのかな、それ分かんないですけど、そんなに分厚いステンレスでもないんでね、だから軽いのよ、普通のステンレス1枚ボードの方が重いぐらいなんでね、なのでまあそうですねそうですねって感じで、あともう一つあるんですよ、もう一つ今回ね、これ40センチパッカンで40センチを買ったんですよ。でこっちが36センチをね、何が違うかっていうと、もう面積がちょっと違う。こう、今ピタッと重ねると、横と縦がほんのちょっとずつね、こうやったらちゃんと完全に隠れちゃうんだけど、ほんのこう、角とかね、揃えると、ほんのこの分ぐらい。縦がだから2センチぐらい、横が1センチ長いのかな。ほんとそれぐらいのちょっと違いぐらいなんですよ。ほんとに。こんな感じね。こう、下を一緒にするとこんな感じ。で、あの、ほんのちょっとね、上2センチぐらいあるよね。まあ、この違いなだけなんですけども、40センチ用に、40センチのバッカン用に40センチの専用を使ったところですね、これがですねちょっとあのえって思ったのが、個人的にえって思ったのが、バッカが新品だったらいいんですよ。新品だったらね、自分のバッカもう言っても3年2年経つのかな、多分2年ぐらい経つんですけど、
あの2年ぐらいでずっとね毎回使ってると下手るんですよ。でバッカンのこうなんていうのかな、バッカンってさ、まあ、こうのいいか、下に足がついてるじゃん、丸くのバッカンでこう下に足って丸いね足がついてるのよ、あの椅子に引っかかるの足がね。でその足に対してこれがねこう足の外側がねこのなんていうのこう四角にこうあるでしょ、ここが下がるのよ、足より外側が下がってるのよ、わかります、なんかね箱、まあ、こう箱があって足があるでしょ、足の外側こう下がってるのよ、ちょっとな重さかまあ劣化的なあれで、ね、ちょっと下がんないよ。だこれさぴったりに作ってるのよ、40センチのこの高さのねカチャッとこうはめたら、あ下の底がピタッと はまってんのよ。でこれ下がったもんだから、なんかこの下がね当たってこれがねギリギリ今入るぐらい、なんか持ち上げたりちょっと移動してるとこれがね外れてんのよ、このロックが外れてる時はね、たまにえなんで外れんのみたいな、40センチのバッカーに40センチのマッキープレスボードつけたのにえなんで外れてんのと思ったら、よく見るとその下のここが劣化してねこう下がってるもんだから、なんか高さのあれが変わってこれがちょっと上に上がっちゃってさ、あの外れてんのよ。だからもし買うならあのほとんど大きさ変わんないんで絶対36センチのこっちのがいい、うん、どのみちさこの40センチ買っても全体使わないから自分はね使わないから、ほんのねほんのちょっとしか変わらないで、ステンレス部分で本当にね縦2センチ横1センチぐらいしか変わんないんで、買うなら絶対に36センチ40センチ用の、まあ、ちょっと1個ちっちゃいやつの方が絶対おすすめ、うん、バッカンどっちにしてもね、こう設計がちょっとねギリギリいっぱいに作りすぎてちょっと不便もうちょっと一回りこのゴムがせめてちっちゃければいい、だからゴムその切ろうかと思ったけど、もう後ろもさ圧着してる部分がちっちゃいからさ切れないのよ、でたまに浮くからさこれが浮いちゃってんのよ、こうやってなんか移動した時かなんかでしょうね、あれなんかいつもなんで浮いてんのと思ったらそういうことがあったんでね、なのでまあその辺もちょっとねずっと使っててのちょっとデメリットですかね。いや切れればいいんですよ一番ね一番こう切れれば1センチぐらい切れれば全然問題ないんだけど、切りようもないんでこれ、ここが多分布が多分布かなんか多分出ると思うんで、何が入ってんだろうね分かんないけど、はい、まあそんなところぐらいですかね。なのでまあ今後ね、まあ、買う方もゼロツーしか売ってないですけども、ゼロツーを買うならあの40センチのバッカン使ってても36センチ40センチの一回りちっちゃいやつを使うことをおすすめします。はい、まあそんな感じでございますね、まあ、久々にねこういうレビュー動画でしたけども、まあそうそうこれを使うのはやめて普通 あのステンレスボード1枚ものに、ね、あの戻そうかと思いますあっちはちょっとマキーがつくんですけど、他のデメリットがねもう一番ここですよ、これがやっぱ当たるか当たらないかって、多分この試着の、ね、カップの中の調整をするのにやっぱここが当たるか当たらないかって相当大きいんで、うん、なので、もう普通のステンレスのマキーボードに戻そうと思います、自分はね。はい、そんなところで、マイル級のマキエプレスボード MQ01 と02、まあ主に02のレビューでございました。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。